この大会でみんなの、いいえ、私の一番見たかったゲーム。両チームともコンディションはいいでしょうね。期待を裏切らないでよ。ディフェンスはダイヤモンド&ワンでスタートなんだろ。ムカつくぜ、奴を特別扱いするなんてよ。でもさ、久しぶりにチャーのディフェンスの勘の良さが発揮できるんじゃないの。余裕だろ、4番とのマッチアップくらい。となると問題は高階東也だな。どこがだよ。あいつをスターター5人に入れてくると思うか。少なくとも俺らのバスケを一番知ってんだから。中学ん時のバスケはだろ。さあ、いよいよ湘南戦だ。まずはこの日のためにやってきた1-1-3ゾーンディフェンスから一気にペースを奪うよ。湘南の誇るインサイド攻撃をぶっ潰す。いいわね。任せとけって先生。特に布施、大門、柳川の3人のファールを誘ってくるスリーポイントプレーには十分注意してね。横学の二の舞だけは演じないように。そして蘭丸、分かってるとは思うけど、今回の切り札はあなたよ。準備怠るな。ほら、ケンジ、ビビってどうする。あなたはゴール下の大黒柱なんだから、しっかり頼むわよ。うっす。あとはトーヤ、調子に乗りすぎないように。ういーす。よし、行ってこい。先生、お手柔らかに。お前のつぶやき戦法なんかしかとするからな。頑張れ湘南。うりゃ、はぁ、リバウンド。はい、パス。一歩ゆっくり。はい、どうや。ナイス。本当にブランクあるのかよ。ありますよ。全然ダメっすわ。はっ、ボール回せ。どうだ。無理しない方がいいんじゃないっすか。これでどうだ。布施先生のスリーポイントプレーには付き合ってやれないよ。いつでもお前からスリーポイントプレーを取ってやるよ。
それ。行くぞ。うっ。大丈夫よ、大丈夫。このハイペースなゲーム展開だと両チームとも6人目、7人目が鍵を握るな。相川さんへパスを供給させんなよ。藤原さん、オルマス、俺一人で十分だ。オッケー。うわー、むっちゃー。大丈夫よ、大丈夫。ここじっくり系、ナイスパス、どうだ。どうして、ほっ、甘いぜ。うりゃ、ナイス。ったく、いけ。オルマス、シェア。湘南きつそう。まあ、あれだけ接触プレイを立て続けにやったら持たないでしょう。まずいな。これじゃ後半持たないかもしんねえ。このハイペースを維持するためにはどうする、どうすりゃ。いた。しょうがねえ、あんた出ろ。は？確かお前、俺たちの力が必要になる時なんて来るわけねえだろって言わなかったっけな。前半の残り少しの間だけ俺たちを楽にしてくれ。ロッキーのしょぼいスリーポイントシュートで。しょぼいスリーポイント。くぁ、はっきり言う。先輩に物を頼む時はな。頼むぜ、期待してるから。Bye.
方ないよ。彼のセンスは山登り君以上か。よっしゃー、それ行け、回せ、ナイスパス、リバウンド、今だ、ボール回せ、俺一人で十分だ、リバウンド、ナイスシュー、ざっとこんなもんだろ。撃つ。ホミエ。エアボール。はい。アイカ。ボール回せ。この世代ダントツの実力を持っているわね。うわっ、ほっ、水穂、親父、親父さん、ドバッちゃん、先生、今から少しだけ何も考えずに寝てなさい。ケンジ、あんたここ数日よく眠れなかったんでしょ。大丈夫っす先生、これぐらい、俺、きつい言い方するようだけど、そんな状態じゃ瑞穂のゴール下を任せるわけにはいかないの。メンバーチェンジ行くよ、丈一郎。嘘、うりゃ、石、おっしゃ、リバウンド、
からスタート5分は第2クォーターのラスト5人でハーフコートのマンツーを仕掛けるよ。え、親父は戻さないんですか？まだ無理です。もう少し様子を見た方がいいと思います。相手のゴールした3人のスタミナが切れた時にドバシちゃん参戦でガッツンとね。オッケー。後半は思いっきりオフェンシブよ。ガンガンファーストブレイク狙って、ダメならセットオフェンスに持ち込む。ストムからのリターンパスで3ポイントシューター4枚攻撃。責任重大よストム。わかった。監督さん、後半のディフェンスはハーフコートのマンツーに変えるべきっすよ。向こうのスリーポイントシュートはゾーンじゃ無理だ。不正だが、そんなことしたらスタミナが持たんだろう。万が一5番が戻ってきてもそれは手遅れになるよ。勝負はスタートから10分以内で決める。相川和彦のいるチームを倒す。それは俺たち湘南大相模の強さを証明する絶好のチャンスなんだ。そう、マンツー勝負だ。シャッター、ダッシュ。それハイパス、オッケー。あ、そいつ行け。ダッシュ。マンツー行くぞ。気にするな、どうあがこうとミスマッチなんだ。はっ、ムカつく。気をつけろ。ああ、ここうりゃ、ボール回せ。はっ、どうだ。ナイスシュート。後ろ、俺一人で十分だ。リバウンド、ボール回せ。行け、ゴール下固めろ。丈一郎、ボール回せ。うわ、取れるぞ。当てに行こうぜ。ナイス。こんなもんだろ。どきやがれ。あ、やめろ、撃つな。ブロックされる。うお、今度はさっきより強く撃った。マジで。いや、ま、ざっとこんなもんだろ。一回で距離感を修正してやったぜ。じっくり行け。うっそ。うりゃうりゃ。今だ。Ah!
サスケは。なんでだ。今だ。正直だ、体って。1年間のブランクはこういう時に出るんだよな。ピピー、エネルギー切れっす。ヘッドコーチ、どうや。メンバーチェンジ希望。そういうことか。さっきかららしくない動きしてるわけだ。勝負どころが来たようよ、ケンジ。まずはディフェンスからだ。頑張ろう。またメンバーチェンジさせられてたまるか。これ以上チームに迷惑はかけられない。ここは大黒柱の気持ちにかけてみましょう。ない方がいいんじゃないっすか。
ふん。ボール回せ。ち。やめないで正解でしたね、ダンバスの監督。どうだか。まだいろいろ問題はあるけど、化ける可能性もあるってとこか。どうだったよ、上りから見て、あのポイントガードの敵。他のメンバーが足引っ張ってる時があるな。そのせいで下手に見えちまう。ごめん。親父。はいはいはい。今日の勝利、たった今この瞬間から忘れるよ。これで終わりじゃないんだからね。インターハイに行くってことは、2位までに入れなかった何百ものバスケ部の代表なのよ。その自覚をしっかりと持ちなさい。あなたたちがインターハイでだらしない試合をしたら、神奈川の全ての高校がバカにされるんだからね。そしてインターハイに出てくるチームはみんなそういうチームだということを忘れるな。うっす。よくわかってるでしょうけど、おのおの自分の弱点がよくわかったでしょ。自主的に克服してみせなさい。ストムはフリースロー、トウヤは体力、そしてケンジ、あんたは寝てなさい。それとタクミ、後半からラスト少しプレーが雑になってたよ。タクミ聞いてるの？タクミね、どうしたの？ああ、すみません。なんすか？天道寺のスーパースター3人がどうしてこんなところに？たくよ、こいつがどうしても見とけって言うから神奈川組んだりまで来たっつーのに。
あんなところなんかに手こずってんじゃねえよ。な、何が言いてんだよ。なんで天道寺が常に強えかわかるか。え、俺らはな、試合で相手に勝つ以前に自分とこのチームの奴らに勝たなきゃ試合にも出れねえんだよ。それがインターハイで勝つ強豪校の宿命さ。選択肢が和彦一つじゃ勝てないぞ。上に行けば行くほどな。あのポイントガードを生かしたいのならば周りのサポートは必要不可欠だ。そうすればもっと強くなるよ、瑞穂は。わかりました。とりあえず俺と安崎だけの話にしといてくれ。しばらく様子見てみる。まさかこんな時にまたやっちまうなんてな。あのやっぱり藤原さん。そう悲観するな、一週間あるんだ。インターハイで絶対お前らと試合をやる。俺ら瑞穂とやるってことは、そこが天道寺の連勝がストップする日だ。うわ、面白いな。お互い勝ち続けていけば嫌でも対戦できる。それが決勝かもしれないし2回戦かもしれないしな。その言葉忘れんなよ。相川さん、少しお話が。ん？何？さとみちゃん。森高さん、相川さんを少しお借りします。え、うん、じゃあ私行くね。